ジャニーズの屋台骨に成長したスノーマン目黒蓮主演映画がキムタク越えのあっぱれ。ジャニーズ事務所の人気グループスノーマンの目黒蓮26の主演映画私の幸せな結婚が3月17から19日の国内映画ランキング興行通信社提供で初日から3日間で動員47万9700人、興収6億5400万円を上げ初登場1位を獲得した。この数字は事務所の先輩木村拓哉50が織田信長を演じた主演映画レジェンド&バタフライの初日から3日間での動員37万1000人、興収4億9700万円を大きく上回り、あっさりキムタク超えを果たした。目黒の映画は、キムタクの映画に比べてはるかに客層が若いが、昨年の目黒が出演したドラマ、サイレント、フジテレビ系が話題を集めるなどすっかり勢いに乗っている。春休みに入って、さらに集客を伸ばしそうで、トータルの興収でも、キムタク超えを達成しそうです。スポーツ紙映画担当記者、